クリスチャンの寄り道。今日は私、ダビデ・マイダの失敗を通してのお話を聞いていただきたいと思います。今からもう10年以上前のことになるんですけれども、私と妻がある時にドライブに出かけていました。すると途中で妻がこのように聞くんですね。私の財布を知らない？というふうに聞かれたんですけれども、もちろん私は妻の財布は知りませんでした。どうやら落としたのかなということでですね、車の中を探しても、またそれまでこう通ってきた道のりをですね、探してみたんですけれども、結局財布は出てきませんでした。その財布にはですね、普段はそんなに大金は入っていないんですけれども、その時に限ってですね、まだ振り込む前の家賃とかが入っていて、どうしようというふうにこう思ったんですけれども、その当時から私たちはクリスチャンでしたので、聖書に書いてあるすべてのことについて感謝しなさいというその教えをですね、実践してみようということで感謝することができたんですね。ただその直前に私たちはお弁当を買っていて、それがですね、チキン南蛮弁当だったのでですね、どうせ財布を落とすならせめてすき焼き弁当かステーキ弁当にすればよかったなということはですね、少し思ったんですけれども、ただ心はですね、平安のうちに守られました。ところがですね、それから2週間ほど経った頃です。私たちはその当時北九州市に住んでいて、それから約200キロ以上離れたですね、長崎市にある教会に毎週礼拝のために通っていたんですけれども、その長崎からの帰り道のことでした。いざですね、長崎から出発しようとしたその時に、妻が私に聞いたんですね。ねえ、私の財布を知らない？このようにですね、2週間前の言葉と同じようにですね、妻は聞いてきたんですね。それで私はもちろん、妻の財布を知るわけもありませんし、案の定ですね、妻は再び大金の入った財布を落としてしまっていたんですね。で、その時にですね、私は残念ながら感謝することはできずに、妻を責め、がっかりして、落胆して、嘆いて、落ち込んで、つぶやいて、そのような気持ちの中でですね、車を走らせて帰っていたんですね。そのお金を落としてしまったので、高速道路にも乗ることができずに、一般道、つまり国道をですね、走って帰りました。すると、半ばほどまで来た時にですね、私は妻の悲鳴で、はたと気がついたんですね。実はその時に私は、居眠りをしてしまっていました。とんでもない失敗をしてしまっていたんですね。そして、その妻の悲鳴で目を覚ました時には、時すでに遅く、目の前に、軽トラックがですね、迫っていて、一生懸命ですね、左にハンドルを切ってブレーキを踏んだんですけれども、回避することができずに、その軽トラックと衝突してしまいました。私の信号無視が原因でした。幸い、相手の方も、また私の家族の方も、怪我はすることはなかったんですけれども、相手の軽トラックの方は大破してしまっていましたし、また私の車の方も、右の前方がぺちゃんこになってしまいました。私はその時に、なんで神様がいるのに、この世に財布を落としてしまったり、また事故を起こしてしまったり、そんなことを許されるんだろうというふうにですね、何かこう神様に見放されたような気持ちになって、ますますこう落胆し落ち込んでしまったんですね。ただ、本当に相手の方には申し訳ない気持ちでいっぱいでですね、平謝りに謝ってですね、そしてこう警察の方が来るのをですね、その場で待っていました。ほどなくして、地元の警察の方が来られてですね、いろいろこう事情をこう聞かれていきました。そんな中で、あなたはどっから来たんねというふうにこう言われたんで、長崎から北九州に帰る途中でしたというふうにこう言ったんですね。するとその方はですね、あなたたちは長崎に何しに行ってたんというふうにこう聞いたんですね。それで私たちは、いや、神様を礼拝するために教会に行っていましたというふうにこう言いました。するとそのおまわりさんがこのようなことを言われました。普通このように信号無視でほとんどブレーキをかける暇もなくぶつかるというこのような交通事故のケースだと死亡事故になっても不思議はないのに、このようにこの程度で済んだのは
あなたの神様が守ってくれたんだから、あなたの神様に感謝しなさい。このように言われたんですね。私はまさに目から鱗が落ちたような気持ちになりました。そして、今一度この聖書の言葉を思い起こしたんですね。すべてのことについて感謝しなさい。この言葉は、良いと思える事柄においても、また悪いと思える事柄においても、すべての事柄の後ろには神様の手があるので、その神様の手を認めて感謝を捧げていくときに、神様がすべてのことを働かせて、益としてくださるという約束の、また祝福の言葉なんだってことをですね、再び私は思い起こすことができました。そして、本当にですね、その帰り道、もう壊れたままの車をですね、なんとか運転しながら、帰路に着いたんですけれども、その中で、先ほどのこう落胆している気持ちとは全く違う、心に喜びがですね、溢れてきて、私は神様に愛されてるんだという気持ちの中でですね、帰っていくことができました。まあ、一方で、ただその当時私は車を運転する仕事をしていましたので、その事故の結果ですね、どのような形になるのかということ柄に関して、保険会社の方にお聞きしたんですけれども、このように一方的に、信号無視でこうぶつかったケースだと、100対0で私の方が悪いという形になるので、まず少なく見積もっても60日、あるいは90日の免許停止が来て、そして罰金もですね、十数万円は覚悟しておいてくださいというふうにこう言われたんですね。それで私は本当に困ったことになったなというふうにこう思いました。すでにこう財布を落としていて、ただでさえ経済が厳しい状況の中で、仕事までできなくなったらどうしようというふうにこう思ったんですけれども、ただそのことも一つ一つ神様に感謝を捧げて、また求めのお祈りをしていきました。神様どうか免許停止の期間を一日でも短くしてください。また罰金を1円でも少なくしてくださいというふうにですね、祈っていったんですね。すると不思議なことが起こっていることに気がつきました。それはですね、来るはずのこの警察からの出頭命令がですね、いつまで経っても来ないような状況が続いていったんですね。それで私はさらにですね、この求めの祈りを大胆に求めていくことにしました。神様どうか1円の罰金も取られないように、また1点の点数も引かれずに免許が守られますようにというふうにですね、祈りを変えていったんですね。するとある時に保険会社の方から通知が来ました。その通知にはこのように書かれてありました。今回の事故における双方の車の修理代金は保険の方で賄いました。またこの事故における全ての手続きはこれで完了しました。このように書かれてあったんですね。私はそのハガキを見たときに、本当に神様を心から褒めたたえました。私は結局、このときに1円の罰金も取られることなく、また1点の点数も取れることがなかったんですね。神様が祈りに応えてくださいました。また、不思議なことに、その後、いろんな形で、経済の方も祝福されて、結局、失った以上のお金をですね、得ることができたんですね。私はこの事柄を通して、神様が本当に今も生きて働いておられて、私たちの祈りに応えてくださるお方なんだということを体験することができましたし、またすべてのことについて感謝しなさいと書かれてある神様の言葉に応答するときに、神様は祝福してくださるお方なんだということをですね、体験することができました。ぜひこの素晴らしい神様を皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。聖書にはこのような言葉があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様は皆さんお一人お一人のことを愛しておられます。そして皆さんが神様を知り、また神様を体験することを待ち望んでおられるお方なんですね。ぜひ皆さんもこの神様の祝福のうちに歩んでいただけたらと心から願っています。この生きて働いている神様を体験することが皆さんにもできるんです。ぜひこの神様を信じましょう。それではまたお耳にかかりたいと思います。
さよなら。